どうも、みぞんこクラブのみぞぐちです、本日の動画は割り出しです、で、今日割り出すのはこの椿の F5。 これね、もうね、2回目、3回目かな、もういくつか撮ってるんで爆散とまではいかないけど、なんとかお見せしたいと思います。で、ここのとこね、割り出し動画撮るとなんかしょぼい結果になって、動画撮らないとね、ちょこちょこ10頭とか15頭とか、出てるんで、今日は、そうだ、目標として5頭以上、お見せしたいと思います。もうトータルでも20頭以上撮ってるんで、爆散は無理だと思います。はい、それではまずね、材はこんな感じですね。結構かじってるけど産んでるのかどうか微妙。はい、それではそそくさと割り出し行ってみよう。はい、1玉ゲット。2玉目ゲッチュ。はい、1ニョロゲット。はい、たまたまたま3玉目です。はい、4玉目です。これでトータル、1ニョロ4玉ですね。はい、5いきました。はい、5玉目です。6玉目出ました。そろそろね、幼虫もね、取りたいとこだけど、卵ばっかりだね。はい、やっと2頭目にニョロです。はい、7玉目です。はい、材の方は終了です。今のところ 1,2,3,4,5,6,7 7玉にニョロですね。はい、じゃああと見直しします。はい、全部終了です。結局卵が7、幼虫が2、合計9ですね。まあ当初言った5という数字は、クリアしたんで、まあいいでしょう。それでメス、椿のこれ今 F6 って書いてあるんだけど、メスは当然 F5 になるんですけど、もうね、3回ね、セット組んで3回ともね、そこそこ産んでくれてるんで、もうそろそろね、引退かなって感じですね。材の方もね、割っていくとね、何箇所か空砲が見受けられたんでね、もう隠居させて、ただね、いつもね、思うんだけど、隠居させてね、クリアケースの中でゼリーを食べながら一生、ね、寿命が尽きるまで、ね、いるのが幸せなのか、ね、死ぬまで材をかじり続けるのが幸せなのか、ね、どっちがね、メスにとっていいんだろうかな、たまに考えるんだよね。まあ、そのあたりは俺なんかはね、もう人間だからわからない。たまにね、イベントなんか行くとね、あ、この人前世虫だったんじゃねえかなっていうような顔してる人も何人かいるよね。もしね、前世が虫だった人、記憶があるんであれば、ね、大クワガタに限らず虫っていうのはね、最終的にどんな死に方が したいのか、ぜひ教えてください。名前は言わないけど、ゲンゴロウみたいな顔の人もいれば、まあ、ハエみたいな顔の人もいる。俺も人のこと言えないんだけど、まあ、そのあたり前世が虫の人、記憶がある人、もしよかったらそのあたりご伝授ください。本日の動画は以上です。バイバイ、またねー。